ミーハーであれ効率悪いのが嫌い。死ぬほどインプット、売れてる人ってなんとなくで売れてるわけじゃない。上手い人とかが SNS とかで現れたりすると不安になっちゃうんですよ。もう自分の時代終わっちゃうとか思ったりとか、得るものがたくさんあるって思ってもらえる美容師になる。私はひたすら可愛いスタイルを作り続けようかな。コティスタイリストの清上桃香と申します。韓国スタイルについてセミナーをさせていただきます。主にはカットとスタイリングとブランディングとフォトについてお話しさせていただこうと思ってるんですけど、正直韓国スタイルはもうトレンドとしては落ち着いていて、一つのジャンルになりつつあるんですけど、今世の中にたくさん韓国スタイルがある中で、その選ばれるための上質なスタイルの作り方の秘訣とかをお伝えできたらなと思ってます。韓国スタイルは、動きとツヤと上質さとかが必要だと思うんですけど、3要素がうまく写真に取り込まれているところとか、あとバランス感覚とかですかね。スタイリングとかイラストが上手い人って、そのカットも上手いと思ってて、なんかここに毛があったら可愛いなとか、なんかそういうのをカット、じゃあここカットしようとかって表現できると思うので、なんかそこの、バランス感覚とかですかねきっかけはでもタイミングですかね。その時にたまたま流行ってたからっていう感じで、まあでも元々可愛いなとか韓国ジャンルも好きっていうのもあったんですけど、多分もし海外スタイルが流行ってたら海外スタイルやってたりとか、その時需要のあるスタイルをやる感じですかね。なんかうちの代表にはいつもミーハーであれって言われてるんですけど、需要を理解して、それに合わせて自分のスタイルを変えていく感じですかね。SNS はもう基本全てが可愛いと思ったものしか載せてないです。例えば髪とメイクとお顔とファッション、全部がその可愛いスタイルしか載せないので、撮る時とかもそれを気をつけたりとか、自分のその売りを明確に、例えばその顔周りのレイヤーが売りならそこを見えるようにしたりとか、なんかツヤカラーが見せたいならそこを表現できるような撮り方をしたりして、って感じですかね。買い手に分かりやすいような写真の撮り方をしていて、で基本的にはその美容師さんって美容師的視点が多いと思うんですけど、私は客観的視点がすごく大事だと思っていて、なんかお客様からして可愛いものと美容師が思ってる可愛いものって違ったりするので、その SNS でそのお客様がその保存してくださる写真とか、お客様が持ってくる写真をに近いものを主に発信するようにしてます。努力したことは、なんか練習するのがあんまり好きじゃなかったので死ぬほどインプットしました。なんか例えばアシスタントの時に全スタイリストの、そのカット方法とかずっと見てたりとかで、なんであそこああいう風にカットしたんだろうって考えたりとか、分からなかったらもうひたすら質問攻めしたり、あとカラーの配合とかも全員分の写真をこっそり撮ってたりとか、そのずる賢い感じなんですけど、ちょっと、なんかうまいこと情報を集めて、で自分でその実践した時にもう完璧にできるぐらい情報を集めて頭の中で整理するっていうのはもうずっとやってました。多分それでちょっと、なんか効率悪いのが嫌いだったんで、効率よく習得できるようにひたすら可愛いもの見たりとか情報収集とか頑張ってました自分から見た自分は、そうですね、なんかやっぱりプライドが高いというか、その負けず嫌いなので、なんですかね、その上手い人とかが現れたりすると SNS とかで
不安になっちゃうんですよ。なんかあもう自分の時代終わっちゃうとか思ったりとか不安になっちゃうんで、あこの人のスタイルってなんでここが可愛いんだろうとか、なんかその分析をして、であの自然とその人より上手くなろうとするので、なんか勝手に上手くなるところがあって、そのいい意味でプライドが高いというか負けず嫌いって感じですかね。あのこうなりなさいとかこうなりなさいっていうよりも、その人の課題を見つけてあげることを意識してて、でなんかその子のやっぱ課題によって本当にあの解決法って全然違くて、性格とかもやっぱ違ったりとか、その進み方も違うと思うので、なんかその子に合ったやり方を見つけたりとかですかね。なんかあんまり自分のやり方を押し付けてはないです。なんかすごい浅い話になっちゃうんですけど、なんか私もともとすごいあの笑顔ない感じの人だったので、なんかその明るくいようっていうのはすごい心がけてます。あの美容師に向いてない性格だったので、なんかその社交性とかそのコミュニケーション能力とかそんなに高くなかったりとか、なんかちょっと1年目の時とかもそのスタイリストにずっと笑う練習をさせられたりしてって、他の子が技術で怒られてる中、その技術は割とできたので、一人だけその笑顔の練習をずっとバックルームでさせられたりとか、なんかそういうのもあって、その何ですかね、こう第一印象が良くなるような接し方ですかねとか頑張ってます。まあ当たり前なことで言うと、まあ、お客様がリピートするのって仕上がりと、あとなんか人間性ととか、なんか価格ととかいろいろあると思うんですけど、なんか何ですかね、でもそれ以外に私が意識してるのは、その自分を好きになってもらうというか、自分のファンになってもらいたいので、なんかあのファッションだったりとか、そのメイクだったりとか、その私の層に受けるものを常に身につけたりとかするようにしていて、あとお客様が好きそうな情報とかは常に収集してますね。例えばなんか最近はあの私のジャンルだと美容医療とかがすごいトレンドで、なんか肌管理だったりとか、まあ、お顔のメンテナンスとか、なんかそういうのもすごい気になってる方が多くて、なんかそういう情報とかをまあ、うまくお客様で美容外科の方がいたりとかエステの方がいたりするので、情報をあの私が収集してそれをお客様にあのお伝えしたりとかして、そのなんか私のところに行くと美容の知識が得られるとか、何か得るものがたくさんあるって思ってもらえる美容師になることがすごい大事だなと思ってて、例えばなんか自分 の, あのモチベが来るたびに上がるとか、美意識が上がるとか、そういう場になってたらいいなっていう風に思ってます。最近はでもそれこそスタイリストの仕事見たりとか今もするんですけど、とかあとはあのインスタはそんなに見ないんですけど、あのレッドっていうその中国のインスタみたいなのがあって、それがやっぱりあの韓国とか日本より早いんですよ、トレンドが。なのであの海外に近いというか、あの近いのでそっちを主に見て、その海外のセレブを真似する中国の富裕層の可愛い子たち の, あのヘアスタイルとかを見たり、やっぱメイクもすごく可愛いので、なんかそういうのを見たりしてって感じですかね。ある程度のファッションにはだいたい合うのがまず一つと、であとやっぱ最近ってそのデザインより質感の方が、質感の方がってことはないんですけど、質感もトレンドだと思ってて、例えばツヤ感とかあのそういう動きだったりとか、そういうなんか要素がやっぱ全部入ってたり、なんかクールな要素もあったり、その可愛い要素もあったり、どっちも入ってるなと思ってて、であとまあみんな多分女性らしさとかも欲しい方多いと思うんですけど、なんかそれとかもすごいあのうまく表現しやすいスタイルなのかなと思います。なんですかね、売れてる人ってそのなんとなくで売れてるわけじゃないと思ってて、
で、あのなんとなく売れてる人だと大体あのパッドでの一発屋とかが多くて、でトレンドとか需要をしっかり理解して、その自分のジャンルを細分化して分析して、あとブランディングもちゃんとできて、であの課題も明確にして、それが全て噛み合った時にそのやっと売れると思うんですよ。で今回は韓国スタイルについてのセミナーなんですけど、あの韓国スタイルに限らず、その全てのジャンルにおいて、その自分であの課題を見つけて自分で売れるため の、 そのレールというか道を自分で作っていけるようなアシストができるようなできたらなと思います。なんか影響は特に与えたいとかはなくて、そのなんか申し訳ないんですけど、あんまりなくて、でもなんか自分がそのなんていうんですかね、注目されるような可愛いスタイルを作り続けることによって、やっぱ私みたいなそのプライド高い人たちがそのこれを見てその可愛いスタイルを作ろうとしたりとか、その私に聞いてくれたりとか、そうやってうまくなろうとする人が自然に増えていくと思うので、私はひたすら可愛いスタイルを作り続けようかなと思ってます。今回公表するのは、その私が韓国とか中国の方からあの学んだ技術を自分でその自分のジャンルに落とし込んで自分流にその作り上げた唯一無二のスタイルなので、であのセミナーも最初で最後かもしれないので、あのぜひご覧ください。お願いします。